BSS ラジオ午後はドキドキ週刊 SDGs 一人一人が地球のために今日のゲストです島根大学大学院松本一郎教授ですこんにちはこんにちはよろしくお願いしますよろしくお願いします <laughs> さあ松本教授前回のこのコーナーでは SDG スの十七あるゴールの中から一つ目のゴール 貧困をなくそうがテーマでしたよね。はい、その通りです。で身近なところから始められる寄付だとか、ええ、消費行動について学びました。いろいろと水江さん勉強になりました。本当です。はい。ゴール一、はい、貧困をなくそう。いろいろ想像もしましたけれども、さあ松本教授今日はどんなお話になりそうですか。はい。えっ、ー、と前回は今あの大田君水江ちゃんが振り返った通り、ええ、人の生活に関わるむ。 4つのゴールのうちの一番目でした。そうでした。貧困をなくそう。で今回は、えー、ナンバーツー二番目に行きたいと思います。<っ>はい。二番目も、えー、この人の生活に関わるんですが、はい。キガをゼロにについてリスナーの皆さんと一緒に考えていきたいと思っています。はい。S.D.G.s のゴールの二番目、番目飢餓をゼロにという、えー、そんなゴールですよね。はい。その通りです。 で、冒頭で、ここで恒例のクエスチョン行ってみたいと思います。はい。前回のゴールワンではですね。えっ、ー、と、出席番号の関係もあって。<laughs> はい。えっと、みずちゃんから行ってしまいました。はい。で、今日のこの6月10日を考えるとですね。<laughs> 根拠あんまりないんですが、太田君から行ってみたいと思いますが。はい。はい、クエスチョンです。はい。貧困と飢餓。 似たような言葉ですが、うん、この違いはどこにあるのでしょうかっていうクエスチョンです。貧困と飢餓の違い。はい。これは。大きく貧困という大きな丸の中の。一部分が飢餓のような気がする。素晴らしい。なんか飢餓、うん、貧困は。 いいでも、食でも、銃でも、どれでも貧困って当てはまるけど。ええうん、飢餓って漢字で書くと、植えるに餓死するの、がの方ですね。ええ、だから、食変だし、食に関して。素晴らしい。なんか、すごいですね。はあ、すごい。私、言うことない。です、ね、あれ、<laughs> あれ、あれ、水江ちゃん、何か言葉をかけてください。ええ、<laughs> い貧困。 ものはあるし、お金があると買える、うん、手にすることができる、でも飢餓の場合は、ものもない。 その通りですだからあの食べるものがない、うん、もう本当に草を掘り起こしたりなんかして、でもなんとかして食べよう<ー>食べようとするうちによくあるのがアフリカの飢餓とかそうですで、お腹がぺったんこになったりっていう子どもたちの写真があったりするので、貧困よりももっと。 悲惨な状態。みずえちゃん今日調子がいいですね。<laughs> ね今日は調子がいい。<laughs> やりましたね。<laughs> 失礼しました。ちょっと酒を控えた方がいいですね。<laughs> <laughs> それではですね。え,ええっと解説をしていきたいと思います。はいお願いします。はい貧困これは SD の一番目にありましたがこれは教育や仕事食料保険医療飲料水住居エネルギー えっと先ほど太田君が言ってくれたように水恵ちゃんが言ってくれたようにさまざまなものに対してそれが届かないそのサービスが届かないという意味での貧困でした、はい、で今回の飢餓というのはその貧困のうち最も最たるもの、うん、つまり人の命,まで命にまで関わるこれは食料の不足によって栄養失調が続くことにより 健康ではない状態、つまり本当に死んでしまいそうな命にも関わる状態にあることを指します。で、数字的なことを少し言いますね。はい、はい、あの実は、えー、現在2021年ですが、えー、過去20年間、今からですね、えー、その経済成長と農業生産の拡大によって。 栄養不良の人の人割合は、はい、ほぼ半減したんんでですす<ー>半減ししてるかしですね依然と8億人全世界でですよ、はい、全世界で8億人以上が慢性的な栄養不良に陥ってるんです<ー>そこでですねこの「ゴール2飢餓をゼロに」の最初のまあターゲットっていうんですけどね彩、はい、目には 2030年までに飢餓をなくすつまり飢餓をゼロにというタイトルがそしてすべての人々特に貧困層や乳幼児を含む、えー、状況の変化の影響を受けやすいっていうんですかね、うん、そういう人々が安全で栄養のある十分な食料を1年を通して得られるようにするということがこの大きな目標の一つになっています。はあ なんかその飢餓っていうと日本ではなかなか身近に感じられなくって普通にもうご飯も食べられるしむしろなんか家庭の中でも食べ残しが多かったりしてなかなかこの飢餓というものが身近に感じにくいんですけど世界に目を向けると8億人、ね、8億人なんです。で実際にその飢餓で命を落とす子どもの数が非常に多くてこれをなんとかしないと。 で日本にもです、ねえー、それに近いような状況が散見されるということになります、はあ。となると、身近に私たちでこの飢餓に関してできることって、どんなものが挙げられるでしょういい質問です、はい、実は、えー、と前回のターゲット、えー、s d ワ1でも少し話しましたが、はい、地産地消に心がけるとか、ですね地産地消といえばオーガニックとかですね。はいはいえー あと無農薬、はいえー、エシカル消費っていう言葉もありますが、えー、つまり私たちが倫理的に、えー、まあいい商品というんですかね、うんえー、そういうものを買うとあとはですねフードバンクというようよな、えーえー、取りり組みもあります、はい、なのでこの辺りを私たちが身近なゴールとして 行動、えー、に移すっていうことができると思います。えー、で、えー、松江市の改正高校2年生の南波海君から質問が届いています。あはい、はい。私たちは高校の授業で SDGs を勉強しています。改正高校も SDGs、ね、学んでいるんですね。えー、で、日本の食品ロスが多いのはなぜでしょうかという。 これさすがに SDGs 勉強している高校生だけあります。ええ、あの今回は飢餓をゼロにということなんですが、はい、えと食品ロスこれはまたあの次回以降に説明しますが、えー、SDGs の12番というところにタグ付けられます。作る責任使う責任任使ううといころで えー、食べ物フードロスを少ななくすると<ー>なのに、はい、2番に番は飢餓をゼロにとということですす質問にに答えます <A> えと飢餓をゼロにしたいのにどうして食べ物が余るのか、うん、でこれはですね、うんはい、難しいんですが特に先進国では富が偏在しています裕福な人もいればそうでない人もいますが、えー、裕福な人まあ中間層という人もそのお中に入るのかもしれませんが。 私たちは食べ物を残さず食べるということをしないといけないと、はい、でところがたくさん食べ残してしまったり、はい、で大量に買ってしまったりでそれが破棄されるということがこの先進国では起こるような事態になっています。はい、あのということがあの今のクエスチョンに対する回答なんですが、うん、先進国は、えーまあ、フードロスが出やすい。でそれを 先ほどの個人にできることとして、えー、もったいないので、えー、多く作りすぎないとかですね<ー>、えー、しっかり食べてしまうとか、はいえー、もし食べ残しても堆肥、えー、化してリサイクルするとかですすね、うん、そういうい工夫が必要になってきま松本教授、やっぱりその私たちの生活の中で食品ロスを減らす何か取り組みというか工夫もしていきたいんですよ。で前回ねその え資料を頂い,いた時に買い物の前にあをなめるとあの買う量が減るっていうデータもあったみたいなのでだから お腹空いているとついついいろんなものを買っちゃうっていう現実あるんですよね。そう,そうですね。かえー、だからお腹をちょっとでも膨らましてから買い物に行くとか、飴、えー、を舐めながら買い物するとか、えー、<laughs> なんかちょっとした工夫で買う量が減るっていうのもありますよね。余計なもの買わない。<laughs> その通りです。あの S D Gs にあの絡んでというか関連して一人一人が 工夫をする今太田君があの話したようなことは非常にいいあの一つのアドバイスだと思います。あとその それぞれのお店でその廃棄しなきゃいけない食料品が多いというのも聞くから例えばお昼ご飯でこれからもう何か買ってすぐ食べるよっていうものはなるべく賞味期限がもう過ぎてはないわけだから賞味期限の近いものを自分が手を伸ばして最近スーパーなんかでもありますからね廃棄直前のものをお安くということでね協力してくださいっていうお店、たくさん今、ありますものちゃんその通りなんですあの 買い物に行くと,、えー、と古いものから買っていくというのもフードをロスだとか、えー、飢餓をなくすということにつながっていくと思いますだから難しいことを考えなくてももうすぐ食べるものなんだから、えー、コンビニやスーパーなどで食品を買うときになるべく賞味期限が早いものをちょっと選んでみるというのも SDGs の一つのあともう一つだけ、えー、えーとフードバンクというあの活動があります。えーえー、これは 鳥取島、ね、両方あるんですが、えっと、実は食品の寄贈元とっていうのがあって企業やこれ農家や一般家庭っていうところが食材や、えー、まあご飯お米、えー、野菜っていうことをフードバンク団体に預けてそれを貧困、えー、飢餓の状態にある子どもたちにこう提供するとそういう仕組みもありますので。 それぞれの自治体皆さんの身近なところでフードバンクっていうことについても調べてみてできれば取り組んでもらえればと思いますはい。今日はゴールにキガオゼロ2がテーマでした島根大学大学院松本一郎教授でしたどうもありがとうございましたありがとうございました週刊 SDGs でした